ワイワー、マッチャです。俺の大好きなガンランスがね、もう結構早い段階ではあるんだけど、発表されたということで、それについて触れていきます。もうかっこよくなってんだよ。めちゃくちゃかっこよくなってんの。ガンランスをね、折った状態で、流行法を剥き出しにして、で、しかもその流行法がね、中で回転してんの。その回転している流行法を相手の傷口に向かって、ゴリ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 ,ゴリって押し付けるんだよね。もうその様はね、ちょっとフルバレットファイアを喪失させるような、状況をしたね、その立ち回りで相手の傷口をえぐっていくというね、ちょっとグロテスクではあるんだけど、 まあそういう攻めた攻撃もできたりだとか、あと盾がね、ガードしたタイミングでちょっと揺れるんだよ。多分ジャストガードがあると思うんだけど、その揺れてるタイミングで相手の攻撃を受けると、えー、ジャストガード判定でカウンターで叩きつけを打てるという感じの攻撃が追加されてたりだとか、あとは何より回避砲撃がね、追加されてるんだよ、ステップでのね。フロンティアにあったんだけど、その回避しながら砲撃。それがね、晴れて本家の方でも追加されたっていうね。なんとも。 思えたい。そういう感じのね、えー、眼落になっています。はい。じゃあちょっと長、長となりましたけど、こっからね、根掘り葉掘り、最初の方から、えー、触れていきましょうか。じゃあ見ていきます。 はい、かっこいい。かっこいい。ここで見せてくれるのがかっこいいよね。モーションではないんだけど、このなんか繊細に模様とかもちゃんとワイルズのロゴとかをね、えー、全部ふんだんに盛り込んでますよっていうのがここの刃で見せつけてくる。この感じのね、カプコンさんのガンラツのこだわり。それをふんだんに感じるところがあるね。そしてこれ、流撃砲じゃないんだよ。これ、溜め砲撃なの。構えながら溜めて溜めて、溜めて,溜めてバコーンって。なんかね、段階がね、いつもと違うんだよ。いつもは溜め砲撃って、一回溜まったらちょっと強くなって、バンって放たれるみたいな、いう感じの一段階 しかかががななないいんんだけど溜めがねなんか3段階あるみたいなもしかしたら、玉の数をさらに消費、えー、しながら、このため砲撃を打ってるのかもしれないけど、まあ、とにかく溜め砲撃がね、3段階、えー、追加されてるみたいな感じなのがここで見受けられるね。もしかしたらガード判定とかもね、ここで縦かめてるから、それも存在するかもしれないよね。っていう感じじゃね。 でガンラらかっこいいここのロゴの入り方までかっこいいね。ガンラスの、後ろにね、ふんだんにあしらわれたこのワイルズの象徴とされるこの輪っかのやつね。何を意味してるのかわからないけど、まあ、とにかくかっこいい。 そしてここで普段のガンランスの面影もありますよっていうことで月、月々砲撃砲撃っていうのを見せるんだけど、その後のステップね、多分大バックステップかな後ろにスティック倒してると大バックステップっていうのに発生するんだよ。普通の回避だとステップなんだけど、スティック入力合わせると大バックステップになるんだよね。挙動が結構大バックステップにこれは近いかな。ちょっとね、なんかどっちなのかわかんないんだよね、これは。そして違うガンランスの新しくなったところを見せますよっていうことで、ここで回表撃をね、やってくれるんだよね。これがかっこいいよね。 クロンティアのやつに結構モーションが似てるんだけど、でもちょっと違うのが、 斜め砲撃みたいな感じかな。前方に砲撃を入れながら回避してるっていうのが違うね。フロンティアだったら真横に砲撃を打って、その砲撃の反動で回避をなんか伸ばすみたいな、そういう感じの回避砲撃なんだけど、こっちは正面に砲撃を打ちながら、えー、横に回避するみたいな。ちょっと回避のその仕方がね、また変わってるよね。フロンティア参考にしてそうなんだけど。で、回避やった後に、そっから踏み込みで、えー、投げ払いをね、まさかのね、投げ払いでここ距離縮めてくっていう。からの 投ぎ払いアッパーフルバースをやって、流行法を刺すっていうね、もう、おかしいやばいここのモーションの強さが。もう攻撃で斬撃含めてんのに、そこに斬撃プラスフルバースをねじ込みながらの、そこから間髪を入れずの連携の流行法をね、入れて、そして相手がひるんだ隙に、え、リロード挟むっていうね、この安定した、なんだろう、うその強者の余裕、強者の余裕。それがね、ここで計らずとして見れてるっていうのが、たまらんたまらないよガンラス、たまんねえよお次は をね見ててくれてるんだよここがね、さっき言ってた、あの、縦が揺れますよって話。ほらほら、縦が多分揺れてる、揺れてるから、そこの最中に攻撃もらえると、ジャスト判定で、えー、ジャスト攻撃ということで、ピキンって光って、 え、叩きつけをね、打てるという感じで。多分、他にもある。叩きつけはあくまでも一例に過ぎない。叩きつけ以外のジャストモーションも多分存在するはず、これに関してはね。っていう感じの構えをね、ジャストした後の受付時間、なんかちょこ、ちょっとね、滲み出してるんだよね。この構え、構え、わかる。この、なんかちょっと沈み込ませてる。重装沈み込ませてからの、ちょっと考えて叩きつけにしてんだよね、ここはね。だからなんか違うのが多分あると思うんだよ。そんで、縦構えるやん、構えるやんからの、 回避よまさかのなんかため砲撃みたいな感じでね。なんか数発砲撃出てるような感じもしなくもないけど、なんかとにかくね、砲撃撃ちながら回避はね、できるようになってんだよ。ガードしながらね。上機をしてるような、この辺も。ちょっとリバーブ、リバースブラスに近いよ、ここは。ちょっと参考にしてるのがさ。 縦構えながら急に突然にね、砲撃で回避っていうね。今までのガンラン戦やなかったんだけど。まあちょっと鉄柱主義のリバースブラスをここは参考にしてると、俺は踏んだね、そこはね。そしていつもの切り上げ、叩きつけ、フルバースも存在すると。これは過去作、いつもあった恒例のやつだね。で、盾やってからの、流撃法ああかっこよすぎる <laughs> かっこよすぎるなんでこれ、もう、かっこいいんだけどさ、もういつもの流撃法が存在するからね。でもちょっと違うんだよ。 いつもより遅いんだよ。遅いっていうのはね、なんでかっていうと、これ段階がね、さらに追加されてるんだよ。流撃砲がね、多分貯められてるんだよね。流撃砲がいつもは、ため一段階しか存在しないんだよ。もう構えたらその流撃砲しか放たれないんだけど、これはね、貯めて、流撃砲撃てってタイミングからさらに伸ばして、流撃砲撃ってんだよ。多分、溜め流撃砲みたいなのが存在するんだよ。いや。 全部モーション一新されてるよね。だからね。流撃砲もただの砲撃の火力だけじゃなく、第2段階の流撃砲が存在するっていうところが。はぁ、あ、いいね。ありがとうございます。カプコンさん。そんでそこから集中モードの流行砲ドリル回転を相手の傷口磨けて、オラ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 ってゴリ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 ,ゴリバゴーンって放つわけよ。かっこいい。はぁ。 集中モードで相手の傷口に効果力を与えた後は、相手の傷口が消えるように見えるから、まあなんか効果力叩き込む隙ができてるみたいな、そういうチャンス状態っていうことなんだね、この集中モードっていうことはね。いやでもいい、ナイス、ナイスなね、本当モーション作ってくれたね、これね。<laughs> 何ドリル流行法って。な、よく、何食ってたらこれ考えられるの俺ガンラス四六時中握ってるけど、それでも考えつかなかったよ、これ。 すごいね。ナイスカップコンさすぎるんだけど。はあ、素敵、はあ。ありがとう。今夜寝れるか分かんねえや。そんで、流撃砲をやった後、ここ流行を刺して、リロードして、フルバースプラスキ、キリ、あもう追いつかない追いつくわけないだろ情報量が多すぎるんじゃあのね、えー、流行を刺した後、リロードして、で、ガンランスを投げ払いしつつ、フルバース相手の脳手に叩き込んで、 んで、秒で間髪入れずに流行法を差し込むっていうね。でも序盤にあったフルバーストプラス流行法とまた違うんだよ。振り下ろしながらフルバーストからの流行法をね、秒で刺すっていうね。かなりちょっと違うモーションになってるから、か、すごいね。流行法からのさらにフルバ流行法って。 ロマンすぎる。上級してるフルバーストを、あの、フルバレットファイヤーをね、ちょっと彷彿とさせるモーションではあるね。今のところでも、流撃砲、フルバースト、流行砲、全部詰め込んだフルバレットファイヤーは見受けられないから、これがフルバレットファイヤーの、まあ、あの、なんだろう、代わりになったモーションに近いのかな。ちょっと、わ、もうなんで、どうなってるのこれ、あの、鉄柱主義とか仮技とか。 ないよね、ワイルスさ。多分だけど。なのにこんな技多岐に渡ってるってさ、ど、どう入力したら出るんだ、これ。すげえよな、モーション。 で、そっからの、えー、縦のね、この、ガードをしながらの攻め合いが見れるっていう、結構ガードが、ワイルズは大事になってるみたいだから、ガンランスはね、結構そこではね、活躍できる場面になってると思うんだよね。ガンランスで JA が来たとは言っても過言ではないねで。そんでこのパンプなガンランスを見せつけつつ、縦で相手の攻撃を抑え込みながら、懐に向かってフルバーストドカウンってやりながら、ワイルズっていうロゴが出てくるんだよ。それがガンランスの紹介映像の全てでした。<laughs> 俺から紹介できるのはそこまでかな。ちょっと、力尽きちゃったところがあるな、俺からしたら。いやー、紹介しきれたね。ちょっと興奮気味だったから全部伝わってるかどうかがわからないんだけど、とにかく回避砲撃がある。縦を構えるときにジャストガード判定がある。あと、フルバースを打ち込むときに、えー、斬撃を交えながら超癖が強いね。かっこいい。 病の派生をね、えー、ねじ込んでくれている。流撃砲がもしかしたらためが追加されている可能性がある。で、ため砲撃もため段階がおそらくは追加されている。装填数がどれぐらい消費されるだとか、溜め段階がどういう風に強化されていってんのかは、ちょっとまだ不明かな。ありがとうございました。ご清聴。ということで、俺の興奮気味なガンランス動画は以上ということで、ご視聴ありがとうございました。さよなら、ありがとうございました。